こんにちは、速稼塾の久保です。高橋がなりさんね、そして桜井翔一会長。まあ私がね、人生を振り返るとすれば一言で全部俺って感じですかね。よくね、表と裏ってあるじゃないですか。表の自分と裏の自分って、別に表も裏もなく、そう言ってるだけで全部自分なんだと思うんですよ。そんな自分のことをドラマティックにね、表だ裏だって言わなくても全部自分じゃないですかって話だと思うんですよ、私はね。で、あとオンとオフとかってありますけども、あれも別になくって、人生が始まったらずっとオンで、人生が終わったらずっとオフ、それだけじゃないかと思うんですよ。で、なんかね、こう、まあ、吉田さんが言われたように、ビジネスの時に演じる自分と素の自分っていうのがあるとしてもね、やっぱりそれも結局は全部俺なんじゃないかなと私は捉えるんですよね。だからカメラが回ると、まあ、多少演じるとかね、なりきるってものがありますけども、そのいわゆるビジネスとかお金とか、カメラが回ったら自分がこうなるっていうのも全部、まあ、表っていうかね、オンの自分なんじゃないかと思うんですよ。何かに対して自分を変えていくっていうかね、演じてしまうっていうのもまさに素の自分だと思うんですよ。素の自分じゃなければ演じないと思うんですよね。だからそういうの込みで全部自分なのかなと、360度全てが。で、会長が言われてたのは、お金ってものが自分の意思に介入してくると、介在してくると、やっぱ別のところに行ってしまうだろうなっていうふうに考えて、まあ、お金の入らないような自分の道を歩いていったってことだというふうにね、言われてましたんで、そうだなと思うんですけども、まあ、似たようなこと言われてたんでね、そうだなと思うんですよ。結局その何が言いたいかっていうと、実際に大金を手にしなかったわけなんですよね、桜井会長は。で、大金を手にしなかったんで、大金を手にしたらどうなるっていうのは分からなかったんですけども、人がお金で壊れていくのを見て、特にね、幼い頃自分の父親が、まあ、お金をバン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 かけてね、で麻雀をしていて、それによって家族がものすごく苦しめられていた、奥さんが、お母さんがものすごくね、泣いていたっていうのを見てですね、まあ、そういうふうにお金っていうのは、やっぱこう浸水しちゃダメなんだと、お金に振り回されちゃダメなんだっていうふうに子供心に感じたっていうふうに、言われてましたね。それから幼い頃、色鉛筆かなんかが欲しい、図鑑が欲しいとか言って、お母さんにお金をもらって買いに行く途中で、路上のなんかね、5並べ7並べみたいなのを見たんですよ。そしたら、まあ、その敵屋みたいな人がインチキ師だったんでしょうね、きっとね。まあ、当時はそういうのが多かったんですよね。なんか自分なら勝てると思って、幼い頃の桜井会長は挑戦したらしいんですよ、その図鑑を買うと称したお金で。そうすると簡単に巻き上げられちゃって、ものすごく悔しい思いをしてね。で、やっぱりお金ってものはすごくこういう面もあるんだなっていう風に感じて、まあ、お金にね、振り回されない、お金によって自分が意思を曲げないような自分をずっと貫いていくっていうのが、それが素の自分だったんじゃないかなと思うんですよ。で、大きくなって大人になって、ね、麻雀をする時でも、お金に脅されたりとかね、お金のギャラによってですね、やるやらないを決めるんではなくて、そんなこと関係ないと、自分がやりたい時にやると、自分が思わないものはもう刃物を突きつけられてもね、やらないとかね、そんなエピソードもあったらしくって、まあ、本当に人気映画じゃないですけどね、この麻雀、この勝負に勝ったらお前ブスッといくぞみたいなことで、刃をね、あらゆる方向から突きつけられた時でも、麻雀で自分の意思を貫いて死ぬんだったらそれでいいんだって上がり続けたらしいんですよ。逆に命が惜しいからといって自分の打つべき麻雀をやめてしまえば、それはもう自分ではないと、だからそこでもう自分の命は終わったも同然だっていうふうにね、そういうふうに振り返ったようですね。まあ、この辺はね、ビデオにもなってるんで、ジャンキーシリーズをご覧いただければ出てると思いますけども、結局私が思うのは、人間にはオンとオフはないと。生まれた時にオン、そして死ぬまでずっとオン、そしてオフがあると。表も裏もないと、全部自分であるということなんですよね。だから自分のこっちの表も背中の方も全てが自分だということで、これは本来の自分じゃないんだよみたいな方面はないっていうふうに私は思いますね。全部本来の自分だろうと、いつもはこんな俺じゃないんだけどっていうふうに思う自分もいつものお前だよって話ですよね。私はだからそういうふうにね、全て俺みたいなね、形でいつも思ってますね。まあ、それが前回お話したフルチンになるっていうかね、なんであんなことしちゃったんだろうっていうのも俺と、逆上するのも俺とかね、私は結構気が短いんで、
すぐにね、今でもそうなんですよね、結構ね、ふっかけてしまうんですよね。この前もね、この前町内会行ってきて話がまとまらなかったんですよね。要するに異論反論言ってくるやつに、もう黙ってろみたいなこと言ってね。まあさすがにね、私みたいなのが会長という立場を振りかざしてね、人の意見を恫喝して封じるのは良くなかったなと思いますけど、まあそんな人間なんですよ私はね。結局最終的には自分の思い通りにさすために、あの手この手を使っていくんですよ。人の心理を誘導するんですよね。しまいには脅すみたいなこともありますんでね。脅したりね、やめたとか言って、バカバカしい、もうやめたやめた、お前やりたいやつだけでやれよ、お前付き合ってらんねえよって言うからね、その会場を去ることもね結構ありますんでね。まあ立ちが悪いと思いますよ。でもそれも私なんですよね。逆上して頭にカーッと血が上ってね、アドレナリンがパーッとなるのも私なんですよ。誰でもない久保哲郎がやってることであり、臆病になってビビって、強者に忖度する私、権力に忖度する私も、それも私でございますんでね、恥ずかしいこともいいことも悪いことも自分から逃れられない、自分は自分から逃れられないってことですよね。まあですんで、何かの問題から逃げれば、その逃げたものが私を追いかけてくるんで、結局同じところでね行き詰まるってことなんでしょうね。だからお金の問題も真っ向から戦っていく、そんなものはね克服しないと結局は何にもならないってことなんですよね。私の代わりにもうお金ですとか人間関係とか年齢ですとかね、あらゆる問題を誰かが私の代わりに解決してくれることはありませんので、これはビジネスを志す方にもメッセージとして伝えたいんですけども、自分が先延ばしすれば自分の人生が先延ばしされるだけなんですよね。今ね FX の基礎講座のもう本当に大詰めの課題提出をしてもらってるところなんで、してもらってるところなんですけども、まあね課題をね出すのが遅れる方っていうのが多いわけですよ。多くて、じゃあどうなってるかというと、すいませんまだできてませんって言うんですけども、いやすいませんなのはあなた自身の人生に対してじゃないかなと心の中で思うんですよね。私に形だけ課題前に出しても全く意味がないですから、FX 買って、そして資金をねいっぱい作って、何のためかって、私を喜ばせるためじゃないですからね、自分自身の人生構築のために必要だからやってると思いますんでね。まあそんなところですか。全部俺、いってらっしゃい。